次に令和3年度外務省関係予算についてその概要説明を聴取いたします。外務副大臣和尚栄一郎君。和尚君。令和3年度外務省所管予算案についてその概要を説明いたします。令和3年度一般会計予算案において外務省予算は約7097億円を計上しておりますが、そのうちデジタル関係予算の138億1172万2000円は内閣官房予算として計上されることから、国会に提出する予算総額としては6958億7288万9000円となります。また外務省所管の ODA 予算は4497億9795万6000円となっています。予算案作成にあたっては3本の柱を掲げ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを進めつつ、包容力と力強さを兼ね備えた外交を展開すべく、メリハリをつけた上で必要な予算を計上しました。また新型コロナの感染拡大防止のための途上国支援や外交領事業務のデジタル化推進などの喫緊の課題には令和2年度第3次補正予算も活用し、早急に対処していく考えです。第一の柱は人間の安全保障の危機である新型コロナウイルス感染症を克服するとともに、ポストコロナを見据えた取り組みを進めるです。在留邦人の保護帰国支援に万全を期し、途上国での感染拡大防止影響緩和などにもしっかり取り組みます。またポストコロナを見据え、途上国の保健システム強化、新型コロナ対応の教訓を踏まえた国際的なルール作りなどを進めます。第二の柱は我が国と我が国国民の安全を守るべく力強さのある外交を推進するです。国際秩序強化のため、自由で開かれたインド太平洋の実現など同盟国同志国との協力強化、宇宙サイバー等の新分野への取り組み、経済安全保障を含む経済外交の推進などに取り組んでいきます。また危機に直面しても十分機能する外交領事実施体制を構築するため、領事業務のデジタル化、在外公館の機能の強化などを進めていきます。さらに在外公館等の新設及び外務省定員の72名純増に必要な経費を計上しています。第三の柱は国際社会との連携協力を一層に進め、包容力のある外交を推進するです。国境を越える課題への対応やグローバルガバナンスを強化すべく、 SDGs の推進や国際機関における邦人職員増加に取り組みます。また我が国の政策取り組み立場の発信、我が国の魅力発信、親日派知日派育成などを進めていきます。以上が令和3年度外務省所管予算案の概要です。安倍委員長をはじめ理事委員各位のご協力と ご理解とご協力を心からお願い申し上げます。なお時間の関係もございますので、委員長におかれましてはお手元に配布してあります印刷物を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。次回は来る10日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。